号初ゴールまずはご自身のゴールから振り返ってくださいーと怪我している時に上から試合を見ながらいつも思ってたのはセンタリングはいいのが上がっているのに中で合わせ人が全くいないというのをずっと思っていてで僕が出たらそこら辺の動きをちゃんとやろうと思ってき、まあ、今日も実際、そういう動き出しをしただけで3回、4回センタリングからチャンスがあったと思うので、まあ、その中の1点がうまく合ってゴールに入ったとっいうだけの話だと思います。 今日アップしているときもずっと監督にアピールししてましたよねはい、まあまあ、あの展開だったら早く出した方がいいかなと思ってはあんまり、それはスタンドプレーだと思うんであん監督に対して犯行にとらわれてもおかしくないかもしれないのでそれはちょっと反省したいなとは思いますただ、出たい意欲は溢れ出してたんで,、はい、でそれがゴールにつながったから良か,かったですそして、テセ選手のゴールの後また失点してしまうとうこの今のチーム状況というのはどのようにご覧になってますか まあただ、失点に関してはもう誰を攻めていいか分からない感じなんでいつもだったら誰かが抜けたプレーしてからそこからそこを糸口に相手が得点をするっていうのが多かったんですけどまあ今日は正直まあ難しいところだと思うんでまあただやっぱ流れに流されず1試合に1失点以上したらま,あまず勝てないんで,でその試合がずっと続いてるんで。 その原因が分かったらもう今すぐできない失点をしせずに済むんですけど、まあ、これからそこら辺を話し合いながら探していいいきたいと思います今日はこの試合の後ですけども最後まで戦い抜いた選手たちがどのよう,なうにチャン・オン選手に声をかけましょうか。 いや,やっぱ最近、勝ててないし連敗してるしうんばらけないようにだけというところでまあ自分たちはまだ貯金があってこれを積み上げれば残留できるっていう位置にいるんでそこで変に自分たちが勝てないからって落ち込んで逆に下のチームからそれぐらい後ろ髪を引っ張られたりしないようにそういういな、とりあえず堅く団結することだけをみんなに話しかけたいと思います。